よし、今日もやっていくか。で、ディアソルテ前回強かったな。まあ、でも強さとしては、まあ、情の下ぐらいかな。やっぱりトライGの四天王クエストとか、超特殊許可とか、まあ、極べきとか、極霊神、エンシェント霊神とかレベルではなかったな。まあ、村クエだからな。で、倒したことにより出たはず来た。テオと、大名づち。なんであんな化け物倒してこの2体なんだって感じだけど、これ手を待ちなんだね。とりあえずじゃあ今回は、角が目的だから大名槌行くんだけど、大名槌は、方向がまずない。ってことは、ギザミ装備の方でいいんだな。で、頭を破壊しに行くから、ブラッシュデイムで行くと。こうやって装備を切り替えていこう。方向する的には、前回のディアストルテの装備でいいな。前回言い忘れてたんだけどさ、あれなんだよ。攻撃落とし物で出たって言ったじゃん。だからもう作れんだけど、これさ、8万円なんよ。だから全然お金が足りなくてさ、ちなみにもう覚えてないけど、なんだっけ、角は。これか。しかもレイヤーの攻撃また使うんか。これ大変だぞ、これ。で、なづちには煙玉と、で、音爆弾もあいつなんか、どういう状況かに聞くはずなんだけども、2個しかなくてね。まあ一応持ってっとく。なんか姿を現した瞬間で怒ってない時ぐらいに聞いた気がすんだよね。よし、そしたら行くか。いにしえの霞竜、大名づち。これ何万人いるんだろうな。もし、これ見えないからね。とりあえず、千里眼持ってきてないか。固定位置がわかんないな。9番とかにいる。あ、いっ、うわあ、解毒薬忘れたー。9番が初期位置だ。見えないと。で、これ、あれなんだよな、これは。どういう時だ。で、とりあえずまあいいや、煙玉、投げておくと、見えるようになる。あれ、ならない。あれ、ならないぞ。そして、俺、体験の使い方が、全然わかんない。ま、大名槌はあれなんだよ。言うて、つか頭狙わなきゃな。くそ、消えてるときはね、肉質がね、硬くなってるときだから、正直あれなんだよな。ちょっと待って。俺、せかしの体験の付け方わかんねえわ。よくわかんないけど、くらえ！いや、これ腹殴れてるね。腹じゃダメなんだよ。後ろ足、え？ダメだ！やっぱり、音爆弾が必要だなぁ。煙玉はあくまで場所がわかる。わかりやすくなるだけかもしんないね。だ、セカンジとかやったことない人わかー、なんか違和感あるかもしんないけど、実はね、大名槌は、砲だか砲 G かなで、復活した際にめちゃくちゃ強化されたモンスターであって、実はセカンジ時代の時はそこまで、決して強いモンスターではないんだよね。全然見えねえ。おい。どこだ？全然見えないぞ。あ、見えた。投げてみる？ダメだ。やっぱ確か姿を現した、今、あー、ダメか。ちょっと、音爆弾は絶対効くはずなんだけど、どういう時に効くかが覚えてない。で、頭は殴れない。これは、きつい戦いになるな。とりあえず君でも投げとこう。一瞬見えるようになるのかな？違うか。で、後ろ足殴って、転倒するモンスターなのね、なづちって。だから、あ、怒った。BGM が鳴り出すと、怒ったで証拠だから。で、なづちの角は確かその、30% 削れて、出てる時とかそういうのはないから、純粋にあれ。いってぇなぁ、これちょっと。後ろ足で転ばした時に頭狙うしかないな。であれだよね、確かこれ尻尾だけあれないよ、HP が 30% ぐらいで切れんだよね。で、怒ってる時はわかる、口元に緑色の息があるからちょっと場所わかりやすいよっていう。これはまあハメだからもうしょうがない。スタンだけしないことになる。スタンするね。ハメスタンが一番嫌やわ。いや、
結構簡単かなと思ったら思ったよりきついな。そして俺が体験慣れてないっていうのもさらにきつい。しかも後ろ足全然切れない。ダメだ、切れ味白じゃなきゃ話になんねえ。やっぱ音爆弾は必須だったっぽいな。ただね、どういう時に当たるかどうか、どういう条件の時に当たるかどうかね、調べようかと思ったんだけど甘えかなっていつものちょっと甘え癖がちょっと出ちゃったから、違う、甘え禁止癖が出ちゃったからさ。ディアソルテレベルならわかるけど、ナズチにね、ちょっとね、なんかそんなね、なんか調べちゃうのはやっぱ違うのかなっていう、そういうところが出ちゃう。病気がちょっと出ちゃった、また。で、これ、わかる？こうやってさ、逃げマークになるじゃん。逃げマークになんないってことは、いるな。ここら辺どこにいるんだよ。ぶつかればわかるんだけど、どこだ？怒りも治ってるからわかんない。これが大なずしだ！そっちか。これ頭殴れないなぁ。とりあえず、なぁ、もう体験慣れてなさすぎ。なんかもはやもうなんか、狙った部位を殴ることすら不可能なんだけど。硬すぎるなぁ。ちょっとわかんないけど、もう一回煙玉一応やっとく？よいしょー。どうだろう。一瞬見えるようになるっていうことなのかな？こいつも多分、シャルとか、これは逃げたかな。風圧みたいなのが出たら多分逃げたってことだと思うんだけど、あー逃げたね。やっぱそうだね、意外と覚えてるもんだな。これやばいよ、これね、やばい、本当にやばい。もう本当にクシャル7テオと同じ撃退系だとは思うんだよね。だから HP もまあ G 級レベルあると思うんだけど、全然殴れてないし、これ頭殴れるかな。殴れないよね。しかも殴り失敗したらあれなのよ、今の見て弾かれちゃう。翼もダメか。白だよ、だって切れ味。これはやばいぞ。一番その手をとかで、飛車とか手をとか頭当たんねえな。そん中一番でこすってるね。そして壊滅的に俺の体験のプレイが下手すぎる。転べ、転ばないか、怒ったね。全然転んでくんねえ。ちくしょう、くっそ、ダメだ、話にならねえ。危ねえ、継続プレイしてなくてよかった。ちょっと一応もう一回煙玉、あ、やっぱり煙玉焚いた瞬間見えるのかな。焚いた瞬間見えるのがちょっとあれか。これも強い、いや強い強い。 4G のナズチはもっと強いけど、セカジロナズチも薬強い。これ頭ダメか。簡易も広い、強い、一番強いドスコリューの中で。くっそー、まあ、とりあえず慣れるまではダメだ、ダメだ。切れ味白なのに勘弁してくれよ。しかも全然転ばないやん。ダメだな、弾かれたらもうこれだもんな。あ、頭だったね、今感触でよかった。オッケーオッケー、ちょっと狙いどころちょっと分かってきたかもしれん。これどう、ダメか。でもちょっとね、こういう時だけど、ダメか。いやー、どうするべき？ちょっと見、こことか。いや、オッケー。徐々に調べるよ。徐々に調べる。もう、研究しかない。思い出せ。大学の、大学の研究所だよ、思い出せ。当たんないか。あー、しょ、オッケーオッケーオッケー。引っかいた後当たる。引っかいた後当たるよ。よーし。ただね、体力お化けなことを考えると、これあと何回頭を殴ればいいんだろうっていう。ため切り当てる隙はないしさ。やっぱね、翼っていうか足は体験じゃ狙わない方がいいね。横切りじゃないと、ま、姿表してるときは多分肉質柔らかくなってるから、行って行って待つべきだね。姿が現れるのを待って、こういうとこで狙っていくと。で、ほら、やっぱり、
聞いてるときは肉質硬いから翼弾かれちゃうけど、聞いてないときは座れないから、分かってきたね。整ってきたね。なるほど。最初強いと思ったけど、冷静に行けば、そこまでだぞ。これさ、本当に、25分やるのきついな。これははみだからしょうがない。これは防御力半分、あれ？あ、俺が言ってる同じ詞はフロンティアの同じ詞だったな。これ防御力半減だ。これフロンティアの謎詞はとんでもない謎詞なんだよな。後で紹介したよね。あれ？なんか、待って、都度壊れてない？ねえ。え？え？ちょっと待って。ねえ、今、ねえ、見た？ねえ、なんか都度壊れてない？ね、今見てきたんだけど、壊れてるわ。だって、謎地もっと尖ってるもん。謎地の角本来ならもっと尖ってるもん。え、いつの間に？俺気づかぬうちにぶっ壊してたわ、なんか知んねえけど。やっと倒れた。ずーっと後ろ足切り続けて、やっと倒れた。俺多分壊れてるよな。一応まあ殴っとくな。おらー、今までの積年の恨み。うん。うん、折れてますね、これ。後ろ足も何回も切って、ようやく初めて倒れたね。とんでもないな、これ。まあ、頭から胴体狙っていくのが、なんか、セオリーな気がする。やっぱ頭のひるみじゃ転ばないんだね。他のドスコリューとは違うわ。まあ、骨格がもうこいつだけ特殊骨格だしね、どう考えても。ちょっとこれあれだな。ここまで来たら尻尾切断も狙いたいけど、尻尾は 30% とか、多分 25% とか、そんくらいだから、まあ、こいつがクシャラダーラとか、帝王7と同じ扱いなら、まあ、2回目じゃないと切れないかな。これさ、序盤こそさ、何も覚えてなくて手こすったけど、慣れたらクソザコだわ。鬼のように弱い。マジでね、本当に、鬼のように弱い。でこいつ尻尾で頭破壊すると完全なストレス、ステルス機能失うから、これ何なんだろうね。頭ひるみ取ると少しストレスじゃねえって、ステレス機能、ステルスか、ステルス機能なくなるのかね。転ぶな。鬼のように弱いんだけど、マジで序盤慣れてなくて何も分かんなかっただけだわ。超弱えぞ。はぁ、頭狙うのも慣れてきたようだな。どうした？手も出せるか。俺のクーラードリンクとホットドリンク5個あったのに、お前、盗みすぎだろ。死活問題じゃてめえ、お金ねえんじゃ俺今。5000円しかねえんだよ。こいつ、そこを分かってるのか。やりやがるな。まあ、あと5秒しかない。どのくらい削れたろう。いかんせんちょっと消えてる時間が、長くて、あれだったな。ただ、角は破壊できたから、まあまあまあ、ぼちぼちぼちやな。これだよ、これ。あと1個だね。ドスコリューで一番強いって途中言ったけど、慣れたらドスコリューで一番弱えわ。そういえばさ、こいつらのレベル、猫たちのさ、レベルが上がったからどうかわかんないけど、見て、ほら。二個全部埋まるようになって、確定で黄金芋包虫と、幻獣チーズ食えるようになった。これで毎回150、150、スタミナと HP、管理できるね。ちょっとさっきのさ、上位の同じ地のクエ、出現してなかったからさ、ムービーが見れる、下位の同じ地来たよ。こう見るとすげえ見た目だな。目が、なんか決めちゃった人みたいになってんもんな。
なんか決めちゃった人みたいになってんもんな。何このムービー。ただボドカから LINE が来ただけだったんだけど。もうね、見て、尻尾もね、尻尾じゃねえわ、あのベロもね、フレーム回避できるレベルに到達したわ。ちょっと合わせてみるか。あ、やっぱそうだ、姿が現れた時にオート爆弾だな。多分これで少しストレスが、ストレスじゃん、なんか俺ステルスをストレスって言っちゃうんだけど、多分これでちょっとステルス、やっぱり見て、できないんだ。なるほどね、オッケー、音爆弾の使い方も回だけど、把握できたわ。サンキュー。くたばれ、カメレオン野郎！回なのに15分死んだ。タフすぎだよ、まぁ、G9と同じぐらいの HP 悪感な回でも。あー、来た来た。これちなみにね、密林でも、あれなんだって。一応ちゃんと、さっきの上位の答えと同じ答えになるらしいの。だから両方ともこう別のステージを続けてやったが効率がいいね。両方ともクリアマークつくからね。生きる根を止めに行くか。でさ、貝のオーナーズちゃ、もう慣れたからずっと頭だけ切ってたの。で、頭のひるみ多分リアルガチ冗談とか盛り抜きで、15から20くらいの頭ひるみ取ってたのね。なのに、知らなかったから、これ2回じゃ討伐できない可能性あるね。はっ。気づかれた。どこだ？ここら辺だろ、どうせ。ほらなー、やっと出会いだなー。同一個体か。都度折れてる？リタイアしたけど大丈夫？都度折れてる？折れてますねー。これは仕事のラインだから見せられなーい。あー、尻尾切れた。30% 以下になったか。ちょっとね、肉質がカッチカチだからね、音枠でももう在庫ないし。いけるかなあ。あ、そっか、尻尾切ったから、これあれだ、もうこいつ肉質効果できないんだ。そしたら頭切ってら終わるんじゃね、これ。このカメレオン野郎全然知らねえ。マジで2回目じゃない、3回の討伐が必要になっちまう。終わんねえ、あと1分30秒。いや、一番ね、ドスコリューの中では、弱い間違いなく。ただ、消えてるステルス時の肉質が硬すぎて、終わらんな。あとはこうやって解毒薬を使わせられたりするのも、時間かかる原因かもしんないな。頑張れ、俺！あと1分か。終わってくれー！終わったあー、危ねえ！あと25秒だよ。はぁ、あ、きっついきっつい。これをあともう一回やって戦額2個だったもんね。ゲットしないとな。まあでもいい体験の練習台になったな。体験全然俺扱えなかったから。